Michael. イエーイ。いつもイエーイって始めてくれるからいいっすよね、うん、なんか、うん、大事ですね、やっぱね、イエーイって言ってくれるから、そうそうそう、うん、それなんとなく流れで始められるっていう利点が始まったからね。というわけでブラックホールでございます。はい、今日何をするかと言いますと、マッドマックス大会でございます。よいしょ。スペシャルゲストでございます。すみません、歌村さんが来てくれます。やっぱりこのブラックホールのこの大切なやっぱ節目節目をね、呼んでいただいて必ず来てくださる。すみません、別にもう、まあ、僕がなんか足すことないんですけどね。いやいやいや、まあ僕が持ってきたもうこのね重機ぐらいのものでございます。危ないところ。あ、すみません、すみません。こっちに回って。ああ、今日すごいですね。今日準備集合ですね。はい、にぎやかしにやってまいりました。はい、ね、ということでございます。今回はマッドマックス制作45周年、はい、そしてマッドマックスフィリオサ劇場公開記念楽しみということでございまして、マッドマックス怒りのデスロード、うん、コレクターズエディションこちらでございます、ね、はい、を紹介しつつ、はい、マッドマックスよもやま話をですね、縦横無尽に展開していきたいという、うん、そんな趣旨でございまして、じゃあ元気にね、やってまいりたいと思います、はい、ということで、うん、マッドマックス45周年はブラックホール、うん、ね、見事に決まりました。まずはですよ、こちらの、うん、マッドマックス制作45周年そしてマッドマックスフィリオサ劇場公開記念でリリースされます、これだな、マッドマックス怒りのデスロードコレクターズエディションでこちらでございます、はい、ディスクが3枚、はい、マッドマックス怒りのデスロード 4K ウルトラ HD& ブルーレイ、うん、ね、黄色いのがカラーが UHD とブルーレイ、そうです、うん、はい、黄色いディスクが 4KUHD、うん、はい、で黒いのがブルーレイ、はい、そしてその隣のもう一枚黒いのが、ブラック&クロームエディションですね。なるほどね、それもブルーレイ、はい、うん、なるほど、これはジョージ・ミラー監督を自らモノクロームで、あれですね、やり直した、やり直したいいんですね、あれがまたね、白黒いいですよね、うんうん、はい、彼は好きだ。でこのアウターケースに、うん、A3 ポスター3枚組、うんうん、しかもこれが両面です、うん、これが表、うん、裏、そういうこと、はい、だからあなたの気分で計6面使える、そういうことですね、はい、今日は芋誕生かなみたいなでも 6個貼りたいときはさ、はい、まあ、2つ買うってことね、2つ買おう、うん、仕方がない、うんうん、6枚貼ってるやつはつわものつわものですね、あのやるなっていうことですね。それからアートカード、うん、これも両面です。なるほど、4枚組、これも全部フルで飾りたくなったらやっぱ2個買いだな、しょうがないな、うん、はい、さらにスペシャルフォトブック28ページ入ってますよ、はい、っていうことなんです、うんうん、なんで、今すぐ予約してください、あの考えなしにポチってくださいね考えなしの、うんうん、我々今までずっとそうしてきてますね。これからもそうです。はい、もうね、はい、人生がね。そうですよ。はい、本当にね。ということで、マッドマックスね。まずはシリーズ振り返ってみようかな。うん、はい、ってことでございますね。ちょっと今日だからその時のスターログ持ってきたんですよ、うん、でマッドマックスってこれ79年の、うん、まあこれ80年の2月号ですけど、うん、まあ、つまり79年の12月に出た号なんですけど、うんうん、だからマッドマックス公開中なんですけど、どんぐらい話題になったかっていうと、まあ、ここにね、こんだけ書いてある。あ、それっぽっちなんだ。でね、あとちょっと写真が載ってる。写真はちょっと載ってるんですけど、うん、日本公開中のマッドマックスは一応近未来バイオレンスでメカファン泣かせの佳作。佳作、うん、終わり。ああ、まあそれ、それが、それは全文章ですね。で、あ、そう、この前後のスターログもチェックしたんですけども、うん、一作目についての言及はこれだけです。あ、そう。で、へえ。だからね、どんぐらいそれで、これだけど、その頃の、なんだろうな、中学校とか、うん、高校とか の, その文化祭とかの、うん、あのなんか映画サークルみたいなところで、うん、大体机の上にほらパンフをバーって置いてるもんだったんですけど、うん、マッドマックスのパンフどこ行ってもありましたから、あ、だからやっぱそ の, あのみんな見てはいるんですよ。そうか、そうそう、これだからそのでもこれ SF 雑誌なんで、 SF 映画雑誌だからってと、うんうん、SF として見ると SF としては見られてなかったってことってなんですかね、うんうんうん、まあ、アクションだしね、うん、ビジランテものだし、そうなんですよ。でも今から数年後って書いてあるんだから、うん、
だと救えよそこと思いますけどね。まあ、一応近未来とか言ってる。でもそのなんていうの見た、うん、特にキッズたちの反応がビビッドだったってことですよね。うん、それね、まあ、そういうことなんですよ、ね。うん、これ僕小学校の時でやっぱリアルタイム映画館行ってないんですけど、うん、はいはい、鈴木くんっていう、とにかくそのバイオレンスとエロには目がない、そこのアンテナが半端ない鈴木くんっていう人がいて、で鈴木くんお兄ちゃんもいるからちょっとこう、はい、ね、でそうでお兄ちゃんと一緒に見に行って、はい、でまあ僕もよくそのスターウォーズ見た翌日にね、あのこう教室行って話すとか、鈴木くんだけじゃなくて、まあ、結構学校で話すみたいにしてたんだけど、はい、とにかく鈴木くんがもうとんでもない映画見たと、そのもうなんていうか今までの映画と全く違うんだみたいな、もうものすごいあの熱くプレゼンしたのがマッドマックスで、うん、あの学校の作文にも書いてましたもんね。最後のジョニーボーイをあれするところ、すごい克明に書いてマックスはそして去っていった、超びっくりした、そうそうそう、ネタバレ、うん、でもやっぱその彼はすごくそこが印象に残ったみたいで、確かに足切れって言われてさどうするみたいな、まあ、そうそうそう、はい、でもそのだからすごくビビッと受け取ってて、ね、でもパンフとか見してもらったら、うん、僕やっぱり当時からガンマニアだったから、うんうんうん、この何この水平に光景が並んだ、これ何なの、後からちょっとね、うんうん、想像しとくなんて分かるけど、この銃何面白いと思って、うんうん、すごいそこで引っかかったみたいな、だからでもやっぱ小学生でもビンビンに来てましたね。でやっぱその命が安いみたいな、安い、ね、めちゃめちゃそのまあ後に都市伝説って分かるけど、はいはい、めちゃくちゃ死んでるんだっていうのがさ、ね、そうそう、スタントマンが死んだっていう、あの頭打ったんですよね、確かに、そうそう、死んでないですけどね、そうそうそう、みたいなのをだからすごくやっぱキッズは熱く語ってる感じがやっぱ、確かにリアルタイムであったんですね、うんうん、79年だから、これジョージ・ミラー監督は45年生まれですから、うん、この時30代半ばぐらい、うんうん、ね、うん、でこれが長編映画デビュー作、監督脚本でしょ、うん、まあいろいろぶつけましたね、まあね、だね、でこの時のまだ医者だったんでしょ、医者そのなんかあれ制作費稼ぐために1年間もう一回医者やってみたいな、はい、バイロン・ケネディ含んで、はいはい、って話ですよ ね、うん、そこで見たものが生かされているという話をね、うん、よく聞きますもんね。そうだから結構病院とかね、怪我のところがねリアルにできてて、はい、そこも怖いですけど、これ一作目の時っていうのはだからその当時の何であったのか、僕もちょっと出所はっきりしないですけど、今日はねあの地上でスターウォーズやってるって言われたんですよ、はいはい、あのね、でそれ逆だろうと、スターウォーズは宇宙でレースやってんのだから、まあ確かにね、ぐるぐるしちゃうんですけど、だけどあのそういう言われ方するぐらいやっぱそ あのカメラね、すごくだからバンパイの下ぐらいカメラつけて無理くり撮るじゃないですか、はいはい、そういうことでできたその映像、カメラマンとめっちゃ喧嘩してね、まあね、そうそう、うん、こんな撮り方したことないよって言われて、うん、怒られるような撮り方ばっかしますからね、うん、本当にね、でもやっぱまあそれがね今やスタンダードなっていうか、うん、車撮るならこうやって撮るみたいな、確かにね、そうですよね、うん、まあ、この頃だからこういう撮り方してたの多分これの前だと激突しかないですね、ああ、うん、確かにそう感じますね、うん、でやっぱりまあ先ほどのお話ですけど、このやっぱり第一作だからということなのか、もうすでに出来上がっていたのか、やっぱりこのジョージ・ミラー演出のこのなんかね、うん、なんて言うんでしょうね、この急にびっくりさせてくるでしょ、なんか、あ、そう、割とホラー映画じゃないですかね、うんうん、だしその特にその森の中奥さんがいいとかとか、明らかにそのもう悪魔の生贄みたいな感じなんですよ、ちょっとね、うんうん、やっぱりその女の人が逃げてていろんな人が怖いものを追っかけてきてとかね、あれか、あれ3だっけ、あのチェーンソーブワーとかさ、壁からチェーンソードーンとかさ、もうまんまなまんまとか、ね、あとそのほら2でさ、要はそのショットガンの薬莢じゃない、弾取りに、うんうん、子供が頑張って行ったらこっちからギャーって出てくるところとか、うん、まあ、だからジャンプスケアもちゃんとあるし、ね、ジャンプスケア、あの、まあ、2の話なんですけど、やっぱその、うん、開けたらさ、うん、開けたら、はい、ゴロンでしたよ、あそこで俺投撃で見てたんだけど、うん、前のおじさんが本当に10センチボンって、うん、あれびっくりしたな、そうそう、割とジャンプスケア、ね、あるよ、だってその遠かったのこれだって相当ジャンプスケアだからね、あるある、あとはほら第一作で言えば、シーツをめくったら、はいはい、あの腕がゴロンボロンって、ね、ジャーンジャーンって音がするでしょ、確かに確かに、そうか、ほらここへここへみたいな、ね、そういうとこあるね、一作目はでもまださ、まだこの世の話なんですよね、だからまだこの世の話、だからやっぱりどんどん純化していって、うん、なんかもうあのフィールローまで行くともうあの完全に抽象的な世界の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、僕らまだその、普通の一応警官でさ、うん、で奥さんも子供もいて、はい、友達もいてね、的な枠組みあるじゃないですか、そうそう、だから、まあ、一応それまでの枠組みあるんです、まあ、日常に、まあ、その遠かった一味が侵入してくることでどんどん、うん、逸脱していくという、だってね、ほんわかピクニックとかしてますもんね、そうそうそう、うん、
後々から考えると、ね、とても信じられない話。それも一作目最後のちょっと前に、うん、手前に夜の闇の中失踪して、うん、でまあ、昼になって終わるわけですけども、うん、その夜失踪してるところでもうマックスとなんかその道路のからしか映んないところで、うん、あそこでもうだからそのなんか次元を超えた感じがあって、あそこで、うん、あここから変わるんだなって思いましたね、うん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 、そういうね市場もありますよね、なんか、ね、あとやっぱそのとにかく遠かった一味がさ、はい、その実際にそのお金がないからバイクを現場に運ぶんで全員そのバイクに乗って旅しながら、うん、要するに完全に暴走族化しながらその現場についてで現場に着いた時はもう完全に遠かった一味になってて、うん、でほらそのもうあの要は警察チーム同じところに合宿して撮ってるんだけど、うん、とにかく嫌がらせが半端ないですよね、うん、すごいなんかその血文字で豚を殺すとか、うん、あとその、 あの奥さんのさ、うん、あのところが髪切ってたらそのこうあれヒューキーのキースバンが来て髪取ってでなんか紙をこうやって拾ってってでその家帰ったらその紙と一緒に殺すかなんかこうやってなんか書いてあったとか、ね、そんなことやる必要あるみたいなメソッド演技メソッド演技そんな必要あるみたいなだからやっぱそのでそれってさウォーボーイズの時もだから結構多分それが良かったから、はい、やっぱヒューキーズバーに仕切らせて、はいはいはい、ウォーボーイズチームに本当にさせるっていうのをさ、うん、だからそうじゃないと出ないなんかこう確かにねこうあこれ本物だわっていう感じがまあねうんっていうね、まあ、何でしょう79年のマッドマックスがあって、うん、しかし、はい、しかしこれでしょうやっぱり出た、はい、ねえ、ね、81年でございますよ、うん、こんな重要な映画ありますそう他にそうそんぐらいですよねその影響力とかこれはねだってそのジャンルを作ってしまったのでジャンル作っちゃったよ、うんうん、ジャンル作ってて誰も超えられなかったっていうね、まあ、だから上手みたいなもんでね、うん、あそう確かにね、うんあとやっぱさこれ当たり前だけどメル・ギブソンってすごくない、はい、このなんていうの吸引力なるほどですよもうただごとじゃないよね、うん、意外とねだからそうあのマッドマックスって1も2も実はメル・ギブソン映ってるとこ割と少ないんですよねあのその主人公だからって別にずっと映ってるわけ全然ないのに、うん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 、でセリフも超少ないでしょ、うんうんうん、であのなのにマックスのことばっかり残ってしまうっていうのが、ね、スター力ですね、うん、こうジャイロキャプテンとかこう、はい、なんていうの見てる人がマックスじゃなくてもこう感情移入、ね、やっぱこの世界の中で絶対さ、はい、そのさこの世界の中に俺いたらどこだろうみたいなさ、はいはいどうやって生き残るかなみたいな話それ僕はねそのフィーリーロードの時にも改めて思ったんですよねだから結局これどこかに自分はいるなこの世界のどこに、はいはい、何やってんだろうって、まあまあ、下で多分こうやってたらい持ってこうやってやってたと思うんですけどたらい持って水をまあ、それはあの、まあ、これでも本当思って、まあ、要はっていうか、まあ、マッドマックスシリーズで、まあ、この後話をしますけどみんなその自分が感情移入する相手がどこにいるのかっていうのが常にあるわけですよね、うんうんうん、で感情移入っていうんじゃなくて感情移入っていうのとも違うんだよな、うんうんうんまあ、本当に俺これ俺だみたいな、うん、これかなみたいなこれだっていう、うんうん、世界の中にこういろいろ自分を置く位置がある作品ってこうカルト化っていうかさ、はい、スター・ウォーズもそうだけど、うんうん、なんかしやすいじゃないですか、なんかね、キャラクターの、ね、造形方がめちゃくちゃうまいんだと思うんですよ、うんうんうん、その俳優の力もちろんあるんでしょうけど、はい、やっぱりね、うん、キャラクターあの強いですよみんなね、うん、あのだしあのパッと見でわかるしあと、うん、そうですねだからそのいい方のね人たちもそのなんていうのだからいいだからなんかうまくできてるんですよねなんかいい方の人たちもちょっと感じ悪いすげえ感じ悪いし、うん、でその疑心暗鬼になるのもまあわからないでもないしみたいな強に関してはさ別にあの、うん、いい方と悪い方って、まあ、その暴力的かどうかっていう問題はあるけど、うんはいはいはい基本的には彼らもその石油を独占しようとしてるわけで、別に親切でもなんでもないんですよね。ないですよ。だから、まあ、だからヒューマンガスが言って、おちょっと上げろって。まあまあ、まあまあ、理はある。理はあります。だから、それこそ僕は、いや、こんなもんだぞとか言って。ゾンビのね、バイカーが最初来た時にね、俺たちは一人じめするやつが嫌いだなって。あれと一緒ですよ。おっしゃる通り。一人じめするやつが嫌いなんだよ。81年の暮れに公開されたんですね、日本。そう、その時は、さっきのまたスターログになりますけど。さすがにスターログも今度あの今度は1ページぐらいはね言ってるんですよ。1ページなの ?1 ページ。今度は1ページしか見開きですね。これが、うん、これが2の時の、うんうんうん、でこれがマックスの車とか嘘が書いてありますけど。嘘だな。ね、まあ、明確に今度は SF なんですね。今回は SF なんですけど。でもメインビジュアルそれっていう。そうそう。なんでっていう。舞台設定が社会が崩壊した近未来のためとは書いてありますよね。うん、で凶悪なモホークカットの暴走族とかね、いろいろ面白いこと書いてあるんですけど。間違ったんだよね。うん、そう。でも、そう、一作、前作ではスーパーバイク川崎 Z1000 を買って、暴行と暴走に明け暮れる狂気集団ナイトライダース。はい。全然めちゃくちゃ書いてるやん。と、彼らに最愛の妻を殺され、復讐鬼と化したマックスとの対決がメイン。まあ、
今回は警官バッジを焼き捨ててって書いてあるぞ。警官バッジを焼き捨てた。焼き捨てたの。そこなんかさ混ざってないか、なんかバーティーハリーの確かに、ね、ラストと何かとか混ざってなんかなんか混ざってナイト。ナイトライダースってナイトライダースナイトライダーがリーダーになっちゃってる。そういうことではないんですけど、中東戦争勃発の影響を受けて世界中が石油パニックの中東戦争とは言ってない。なんかオープニングのコラージュにちょっと引っ張られてるのかもしれないですけどね。まあでもまあ前よりはちょっと大きい、扱いが大きくなる。あ、そんなもんなんだ。でもそうですね、なんかこうなんですかね、劇場で見たこうやっぱキッズの反応の方がビビッドなんだ。いやこの時はねレーダースがありますから。ああまあね、そうそう、その時代的にはね。で前の時は本当に帝国の逆襲、直接的なその情報、まあ、スターログだと情報はやっぱアメリカから来てるから、うんうん、確かにオーストラリアから直接来てないんで、うん、アメリカ経由のデータなんじゃないですかね。実際問題は米国ではロードウォリアーというタイトルで、 そのマッドマックスシリーズとは歌わずに公開されてたわけです。アメリカはだから1作目の公開がちょっと遅かった上に、勝手にアメリカ英語版吹き替えをされて、めっちゃ嫌だったみたいな話ですね。でも1作目もなんかあのドキュメンタリー見ると、うん、海外は日本から、オーストラリアだと日本から火がついたっておっしゃってるから、うんうんうん、だから鈴木くんですよ、うん、鈴木くん、鈴木くんのあの熱狂がやっぱマジで世界的に先駆けてた。鈴木くんはその後どうしたんですか。わかんないですね。でもかなりやっぱエロとバイオレンス突き進んだんじゃないかな。それはただまあ85年サンダードーム、はい、これですよ。そうですね。でもそれこそなんか怒りのデスロードにつながる、そうなんだよな、要素ばっかりっていうか、うん、これサンダードーム全然好きですけどね、うん、全然好きって言い方をするってこともあってもあるけどもいやいやだけどさ、うん、その公開当時から結構言われてたし、言われてました。だしさ、だからなんか子供たちかよとか言うんだけど、うん、でも2作目だって子供と犬じゃんとか思うわけ、うん、だからそのなん子供が出てるからいけないってことでもないし、まあ、あの最終的に何がしたいのかよくわからないっていう問題はあると思うけど、まあ、あと、まあ、そうだよ、2つの話があるんですよこれ、うん、後からそのほらだからあの死んじゃ亡くなっちゃったでしょ、あのあバイオネティブね、それがねだからあのだいぶネガティブね。これモーリス・ジャール音楽やらせてるのはやっぱアラビアのロレンス的にしたいってことですか。あ、ね、あの砂漠の見せ方とか、うん、特にその後半子供たちのところになってくるったりすると、うん、なんかあやっぱし、やっぱりアラビアのロレンスやりたいんだみたいな。確かにな。なんかその子供たちが出るのが悪いわけじゃないんだけど、うん、なんかそのせいでちょっと暴力が子供向けになってねえかみたいな印象があるです。意外とね、バタバタ子供たちも死んでたりとかして残酷なんですけど、うん、ただ最後のあのバーターシティに読み込んでドタバタやるところとかが、はいはい、ちょっと子供っぽいよねみたいな感じになっちゃったりして、ね、うん、それでもなんか 80s ムービーって感じしますけど、ね、まあ、今見ると、ね、あこの頃こういうのいっぱいあったなみたいな、うん、まあ、でもこれ本当にもその美術とか衣装の面では本当に突出したものがあって、うん、でやっぱりその2もまあ、ツーも当時すごいとかオーストラリア映画としては、まあ、破格の予算だったんですけど、その世界の広がりと、そのなんかこうその時代がその、うん、なんていうの、ある一定の期間があって、ね、こういう社会がね、社会になってるっていうの、社会の、そうそう、の説得力みたいなのは恐ろしく高いと思うんですよね。いやだからすごいですよ、順番がちゃんとありますよね、うん、その無政府状態でああいう砂漠で単なる取り合いしてる状態から、うん、ちょっと社会ができて、うん、でもあのデスロードになったらもう完全にその、はいはい、宗教と、うん、もう国家化してるっていうか、うん、はいはい、そうそう、そういう意味ではだから話が進んでるっていうね、うん、ことはあると思うんですよね、うん、いやだからすごいですよ、やっぱ、うん、確かにおっしゃるとおり今見るとそのもうセットだらなんだら数とかもすげえ、こんなこと本当にやってんのみたいな。すごいですよね、うん、これの僕だからマスターブラスターのブラスターをだからあのあれでサンダードームにやっつけて、あのお面取れたら、子供だったそっちの遅れてる感じ の、 その子供の顔だったじゃないですか、うん、あれ一作目にあるやつじゃんと思って、うんうん、一作目メインバーさんとかね、そうそう、森のところね、そうそう、だからそういうところもいろいろ、だしあのまだ拾ちょっとほら体の小さい人がちょっと頭脳的な役割って、うん、これもうデスロード出てくる、うん、デスロード出てくる、そうですね、うん、だから本当にその辺はあのいろいろいつもこう同じモチーフが繰り返し出てくる、うん、そうそうそう、で同じモチーフが繰り返されつつ、やっぱりその世界観を一作ごとにやっぱ更新して、うんうんうん、やっぱりこの新しいものを見てほしいっていうそのジョージ・ミラーイズムがやっぱあるんですよね、うん、でマッドマックス2っていうのを散々テレビで見て、うん、ビデオで見て、でやっぱりあの世界でもう固まってるんですよこっちは、うんうん、だからこそまあ僕ヨシキさんもそうだと思うけど、うん、僕もやっぱり劇場で初めて見たこれ、うんうん、でやっぱりそのうんうんって思ったんですよやっぱり、
まあ、あまりにもマッドマックス2に毒されていたから、まあ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 、しょうがないですよね、あれは。そうで、もう初手からマックスが持ち物を全部取られちゃう、はい、あれそインターセプターももうないし、で、あのショットガンもそれも取られちゃって裸一貫になっちゃった、うん、でもそれをやりたいんですよね、新しいことをやりたいんですよ、うん、毎回ね、出だしでリセットは やってるかもしれないですよね、だからインターセプターだって、まあまあそうですね、そうなんです、毎回取られてますからね、毎回取られてます、毎回俺の車だ、毎回、そう、あれ約束だそれは俺んだからね、うん、なんかね、その、まあ、僕はちょっと違って、はい、なんかその同じことをこうどんどんシェイプアップして、これこういうふうにしたいっていう多分理想像に近づけていってる感じがするんですよね、うんうんうん、やってることをね、なるほど、でそれで、でもそれをそのそういうことするとあれ同じことばっかりやりがってって言われることが往々にしてあるんですけど、うんはいはい、なんかそれを別に恐れないっていうか、うん、確かに、うんそうですね、同じことをやってもそれはねこの方がこっちの方がいいからもう一遍ちゃんとやってんだよっていう感じなんだと思うんですよね、うんうん、でも本当にその世界観の設定っていう意味で言うと、だからそのフューリーロードでねすごくみんなそれびっくりしたんだけども、この時に全部もう完成されてるんです。そうですね。で、その凄さみたいなことっていうのはどういう、あの、まあ、もうちょっと言うと、要はですね、マッドマックスの2と、その要はサンダードームの間に真似台画が500本以上作られました、多分ね、うん、でどれもそこに1ミリも近づけなかったっていうことを考えると、うん、あのやっぱりそのそういうビジュアル面、ビジュアルショックっていう意味でのこの3作目の強さっていうのはやっぱり特質に値すると思いますね。あとあのジャイロキャプテン改めというかさ、うんまあはい、また空を飛ぶ人として、はいはいまあ、似た別の人っていうかさ、あれの飛行機とかさ、うん、あのジャイロキャプテンのジャイロもあれあのなんかマニアっていうかなんか作ったやつじゃない、実物あるらしいで、ね、そうで、あれもさ飛行機もめちゃくちゃ変わった卵型のさ、はい、あと後ろにも乗れてとかさ、うん、で飛ぶじゃないですか、うん、これ何みたいな、だから結構多分あれも作ってんのかな、なんかちょっととんでもないことを結構やってますよね。だしあの形の80年代感とかも含めて、うん、なんかこれいい意味でやっぱ 80s ムービーとしてもすごい。そうですね、ほら、うん、ティナ・ターナーの歌で始まるとかさ、ね、名曲ね。全編サックスが鳴りまくってるとかさ、うん、あそこでさあのまずつまずいてるんだよね。つまずくって言ってるんで、僕がじゃないですよ。僕褒めてんのよ。全体としてね。80s は 80s でいいよって言って。当時小学生の僕はあそこで大いにつまずきました。ただ後になって分かるこの良さ。そう。そうなんですよ。であの頃バカだから分かんないじゃないですか、そんな最後なんで機関車かよみたいな。あとやっぱり本当にその文明が崩壊した廃墟をちゃんと見せてくれたのは3だけど、ね、そういうことあ、確かにその最後にねシドニーがねあの廃墟になって、あれすっごいでかいミニチュアなんですけど、あんまりそこまででかく見えなくて残念ですけど、本当すごいでかいです、メイキングの写真が残ってます。ところがまあそれで85年で一旦完結したと思ったらこれだもの。ちょうど間飛ぶな、いろいろありましたよね。そうね、いろいろありましたよ、ね、にせよ30年ですよ、30年後にこれ撮る、これでもそのあのやっぱこの本とか読むと、はい、もうやっぱ なんていうの、今までないタイプの映画をまた作るから、うん、めちゃくちゃ大変じゃないですか、よくできたなこれみたいな。いや本当にね、そんなことって可能なのかと思うんですけどね、うん、いや僕本当予告見た日のこととか忘れられないですよ。忘れられないです。予告で1位っつってね、予告その年の1位にしたんですね、うん、であこれはもうちょっととんでもないことが起きた、うん、あのもうこの予告がある時点でもう間違いないんですよ、うん、だからっていうことが絶対に分かるやつだったんで、ちょっと確かに、うん、しかしでも奇跡3回起こしてるもんじゃないこの人。いやいや、だからなんか何なの、ね、もう 何もかも本当にすごい、うん、やっぱりあの音楽、音楽ですね、流れ出して、いやいや忘れないですよ、初めて見たあの日にやっぱりオープニングであのバーンバーンバーンって音楽がね、はいはい、なこれはえらいことになった、これはえらいことになった。いやなんかねちょっと何も言えなくなりましたもんね、やっぱ見て。いやそれでもやっぱり30年経ってどうなのかななんて予告を見るまでぐらいはね半信半疑だったんですよね、なんかねどうすんだろうみたいな。大体何でも半信半疑になるね、年取ってくるとね。そうなんですよ。そう半信半疑と、だからその半信半疑でいることによるこう防衛でしょ。そうです、そうです。自分に対する防衛。そうです、そうです。うん、まあ、死にやすくなってるから。やっぱりそうです、うん、でまあ、それこそメル・ギブソンもいなくなっちゃったしな、みたいな。ね、そうで、まあ、何の話するのかな、みたいな、とかってね、どうすんのなんて言って、もう完全に降参しましたよね。完全降参です。うん、もう腹を見せてね転がりましたよね。いるのそうそう。いやだってまたびっくりしましたよ、このまた物語がね一点戻る、うん、基本、うん、あのよく三幕構成なんてこと言いますでしょ、はい、
二幕じゃねって思ったよ行く帰るってあの途中 で行くまでがあるか行くまでがあるのかそうか行くまでがあるかでもあれほら途中であそこです、ね、で帰ろうよって言われた時のさゆりおさんの顔がすごいんだよねそうなんですよ、ね、何だったのっていう顔になってやっぱりだけど僕も同じこと思いましたもんねあの砦に帰る帰るの帰ろうのさ説得の理屈はさ、うん、正直そんなに強くはないんだけどさでもこの先何もないよ何もないから、うんうん、あれさしかもさあの潮の湖って、はい、あのん2かな3かなとにかくあそこでロケしようとしてたんですよねもともとでそのバイロケンデリーまだ生きてるから2だ、うん、そのあそこでロケしようとしててでその塩溶けたらどうするんだと、うん、あの機材全部ダメなんぞみたいな、うん、それで諦めたところなんだからある意味ここを引き返すはそのマッドマックスの物語でもあるっていうか確かにねまあそうですよだけど本当にあの途中でよし帰ろうって言った時にやっぱり帰んのかいって言いましたもんね画面に向かって帰んのかいそれでさだけどそのさなんかあのイモンタンジョー君がさなんかはー疲れたとかってやってたさゴーってあのさよくわかんない鼻歌そうそう悪魔の沼に匹敵するよくわかんない鼻歌でそしたらゴーって戻ってくるのもさあの2と一緒だもんねそう。あ、まあね。そうそう。ぼーっとしてたら。そう、それでもぼーっとしてたら、おい、トレーラー来たじゃん。トレーラーっていうか、あの、トラックですけどね。おいおいっていう、うん。でもなんかこのさ、最初から最後までずっと一続き感っていうか、はい、その、なんていうか、本当に一続き感、音楽とかも含めて。それがさ、そうなんですよ。すごいくないですか？それがね、そのね、実はフューリーロードは、だから僕はあの 4DX で見たんですけど、同じ感じで車の振動がずっとあるからすげえ寝るっていうあの 4DX なのにちょうどいいなっつってなんかでもゆりかご的な感じでも分かる分かるだから音楽的なんですよねずっとずっとこう、はいはい、はい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 ずっと気持ちいいっていうかさ、うん、そうですねでやっぱり異常なキャラクターも次々出てきてですよねえ毎回度肝を抜かれるわけですけど、はい、ちょっとこの話をしましょうか、はい、シリーズ横断シリーズ横断、はい、マッドキャラクター列伝ですマッドキャラクター、はいはいまあ、その異常な人しか出てこないシリーズ、はい、マイキョにいとまがないですけど、はい、今日1人3人、はい、1人につき3人ずつ、はいピックアップしてみた、はい、まず私から、はい、ウェズイエーイウェズみんな大好きウェズ。ウェズ最高ですね。美青年後ろに乗っけてるし、ね、ゴールデンユース、はいね。ウェズは何がいいってもう常にケツが出てるっていうのがいいですよ、ね。本当にやっぱり子供の時に本当に度肝を抜かれたんです。ケツが出てる、うん。あれだけその完全武装してケツが出てるって。そんな人だってあれさドクタースランプに出てきた。バイクから降りると死ぬやつがいるんですよ何それなんとかライダーってやつが、うん、でフルフェイスのヘルメットかぶってレザーの上下着てるんでずっと爆走してるんですけどあの降りると死ぬから、うん、あのいつもお尻が出てるでプリプリってうんこしてそう走りながらそいつかウェズですよそれぐらいのやっぱ異常性がやっぱ同時代的にそうシンクロニスそうなんですよ、うん、そう間違いないと思うでもやっぱね2のそのムードっていうか最初にバーンって作るのはやっぱウェズですもんねウェズですそうですなんかやべえっていうさあのこうマックスとこうちょっと離れたところで睨み合いするじゃない、うんうん、あそこでさあやべえやべえもうかあマックスもほらあこいつ関わり合いにならない方がいいやっていうそうなんですよ しかもなんか常に換気を余ってるしそうあの感情的なんですよねそうねいつも換気を余ってるねあとは僕が好きなのはやっぱこの、うん、女戦士いいですねウォリアーウーマンって名前でしたっけねこの人は、うん、マックスのこと全然信じてくれないから、ね、そうそうでもなんかその主人公と恋仲になるわけではない、うん、そうそうそのかっこいい女性キャラってね、うん、そうなんですよで6人喋りもせずで、まあ、戦ってそう、うんあっという間に死んじゃうんですよね、まあまあ、あの前線はしましたけど そんなに見せ場もなくそうそうそうあっけなく死んでしまうっていうところに、うんまあ、でもこれが結局あのフィリオードの鉄馬の女たちの原型なんだよねこれがおそらく、まあ、フィリオさんもあるかもしれない、うん、そうまあでも一作目のおばさんもそうですよね、まあ、まあ確かに、うん、確かにそうだよそうでやっぱりそのもう一人ねその後につながるその
怖い強い女怖い女っていうことで言えばやっぱアンティ私が作った場所だそうですアンティエンティティ、はい、存在おばさん的なあれですかねちょっとシャーマン的なも、も、はいはい、あそこでのし上がるってどうやったのと思ってさでもマジ作ったって言ってますからね、うん、ここにここをマジにするって決めたんですよさ暴力的な旦那がいてさそ、でそいつが最初仕切ってたのをこの人がそのティナターナーのそのあの実人生の中でさ暴力的な旦那いたけどそいつを越してボスになったみたいなことかなみたいな、はい、かもしれないでも今見るとすごい可愛らしいですよね、うんうん、なんかあの昔見た時は怖いおばはんだなと思ったんですけど、うんうん今見ると若いティナ今の俺たちより若いからそうそうそう今ティナターの若いし可愛いなと思って結構なんかあなんかいいかもあとやっぱりその最後甘々かっていう人最後甘々ですよ、うん、悪い人なのかいい人なのか最初言うときは本当に本当にえっとそれはそれでありだろうそもそもあのレール何のために引いてんのわかんないよいやあれはあのあれの方がかっこいいまず1位お気に入り1位なの1位から1位いや1位ってことない順番順不動ですね、はい、ナイトライダーとその彼女、うんまあ、この彼女の方も着目したいと思ってて、うんうんまあ、ナイトライダーばっか言われるんですけどこういう感じのへーって感じ の, あの女キャラ実は少ないですよマッドマックスシリーズねあーだからあのノリがいいノリがいい、うん、ノリがいいああの明るいちょっとパルプフィクションのあの2人ぐらいあーはーはーあのパルプフィクションのあの2人はちょっともうちょっと暗いあそうこっちの方が明るくてでも、ね、いい途中ほらメソメソさナイトライダーがしだしてさいやいやあれはナイトライダーは、うん、すごいナイトライダーは俺が尊敬する理由ですけど、うん、獣の感がまあまあね獣の感がするからもう負けるっていうのが分かった時もう死が見えたんですよ自分の、うん、もうダメだでもさなんでさ車で同士でさ追っかけ合ってさ強いとかなんとかのさ、うん、これを倒すってめちゃ不思議でさあのこれ倒したことになんのみたいなあの事故勝手に起こしてるだけなんだけどみたいな感じもするんだけどまあでもその宿命をね、うん、見えちゃったんですよああそうだ確かになでも本当彼女が分かってないもんねなんでよなんつってそうそうまだね少年のいい明るい子なんですよああそうだ、ね、だもう元気づけようとしたんですけどちょっとまあダメだったからね残念ですだから夜空を見るために思い出せ夜空を見るために思い出せってマックスのことかで知らない人はみんな夜空を見るために思い出せってマックスのことだろみんな思うじゃん映画見たら思い出してもらえない映画見たらこれも思い出せえーと思って思い出すのはこの2人のことですでもすごい仲間思いですよねそうそう、うん、ナイトライダーはやっぱりだけどそれこそそのマッドマックス第一作をね僕なんかはやっぱ子供の自分にテレビで見るうん、TBS だったのか日テレだったのか分かりませんが、うん、やっぱりそのナイトライダーが冒頭に登場する、うん、でそのあまりの情緒のおかしさ情緒のおかしさあと言ってることの支離滅裂さ、うん、そのテンションにもうすっかりか持ってかれるんですよね、うんうん、でこの世界にこの人に連れてかれるんですよ確かに、はいはい、そうですねセッティングですね最初にね普通に避けるウエスですよねだからそうですそうです明らかにおかしいやつが出てるこの映画、うん、でもさこれさこんなもっぱらさ、はい、暴走してさ俺はナイトライダーだとかさ別に勝手に走るってことだってやっぱりでもそのいやでもほらちゃんとねお巡りをブッチして、はい、速度制限も何のそのですよ、うんね、あの噴射装置噴射装置付きの自殺マシーンなんですからそこがまあかっこいい何回も言うのもいいそうそう何回も何回も言うのもちょっと気に入ってますからねそしてそれを覚えて俺たちも言うって小学校中学校でっていうねナイトライダー惜しい人を亡くしましたでも多分その集団の中では結構ムードメーカーっていうか愛されてたんでしょうねナイトライダーはだってもうヒューマンスじゃないあのあっちが遠かったが一番評価してますからだからナイトライダーがいればなっていうことなんですやっぱノリがいいからかなノリがいいノリがいいしほらほらババとか暗いじゃんやっぱりそうそうババ暗いんですよ、うん、ババ暗いしジョニーボーイじゃちょっとさジョニーボーイは全然ダメですよだからやっぱこのまあこの先あいつがいねえと盛り上がらねえよ盛り上がらないっていうか、うん、そのやっぱこうまあ、その2人でねいい感じでやってたと思うんですよ、うん、だからちょっとその後バランスがおかしいことになったのも確かに、ねまあね、本当惜しい人なくしました惜しい人なくしました、はいはい、さて次ドクターディールグッド、はい、アンダードームの、はい、あーあの3の工場言うっていうかあのアンダードームで工場、うん、あの2人入って1人出る、そうですね、まあ、工場もやるし、まあ、その物売りもオークションもするオークションもやるオークションなんですけども、はい、ドクターディールグッドは僕が考えるマッドマックス世界の中で一番ファッションの人ああ確かに確かに、うん、この人、まあ、みんなそれぞれね思い思いのファッションがあってみんなかっこいいっちゃかっこいいんだけどダンディーであんまりないもんねこの人が一番あのあそうそうシック確かにシックで、まあ、このねあの杖もかっこよくてこの車輪にね羽が生えてる、まあ、そのいわゆるあのローブローアートでよく見る絵なんですけどそれをこうクロームにしたやつ着ててでこのかっこいいあの肩のところがすごい上がってるコートといいね、うんうん、であとこのやっぱりこのなんていうのこうエンターテイナー
エンターテイナーいないんですよ、マッドマックスの世界って。まあね、そんな、だから、こんな余裕ないからね。でもこの人はだからその中にあって、確かにすごくちゃんとエンターテイナーとして光り輝いて、してますね。確かに確かに。そうなんですよ。だから、まあそういう意味でも、特筆すべき人物なんです。この仕事、ね、この仕事ありだな。この仕事ありでしょ。だから映画の中で浮いてるっていうか、なんでこんな人いるの、こんな方にいるのっていう感じはちょっとあった。ああ、なるほど、逆に。でもその、ああいうサンタドームには、ああいう人は確かにいるもんだけど、うん、あの世界で、こういう人はなぜいるの、こういう人が出る余裕が出たんですよね。だから文化が生まれる余裕が。ウォーターターンはそういう余裕があったんじゃないですかね。やっぱエネルギーもあるしさ。なんで僕はちょっとドクター・ディール・グッドは、そのね、なんか面白いネーミングセンスも含めて、あ、でも全然関係ないですけど、マッドマックスって、本当スター・ウォーズとかもそうなんだけど、スター・ウォーズとかと一緒で、ネーミングセンスが抜群の人なんですよね。本当にね、いつも、まだこんな面白い、かっこいい名前を思いつくのかって思いながら見てるんですけど、ドクター・ディール・グッドもそうですよね。そこがやっぱり一つ見どころっていうかね、楽しめる。はい。なかなか。というね、はい、人がいました。からの。からの、俺の好きなスリット君です。はい。ニュークスのね、お友達っていうか。そうそう、スリットは何が好きかっていうと、だから、これはだからもう一人のニュークスなわけで、うんうんうん、要は、だからその、なんだろう、本当にその、なんていうかその疑問を持つ機会がなかった人の末路も含めてね、うん、のなんかもう本当にそのそれで一生懸命でしょ、あのブーツ、いやそうそう血液ブーツブーツブーツあるよってさあれ悲しいもんね、悲しい、いらねえよそれいやでね本当にねいろいろ頑張ってね、あとさ俺の方見たって言ってるよく先生、いや違えよ、違う He was scanning the horizon っていうねあそこもすごい好きなんですけどね、まあ、あのスリットはね結構だから結構あのなんていうの、そのフィーリーロードの中で僕はあの重要視してて、うん、やっぱりそのなんていうのこう目覚めてる人とか筋力持ってる人とかじゃなくて、その一番そのなんていうのこうその要はイモタンジョーの世界観を支えてるのはこういう人なんだっていうのが、うん、あの、まあ、一番可愛い、ね、一番体現してる、なんかすごい気の毒な役だし、はい、あのまあ、あの名演だったしよかったね、よかったです、うん、口になんかあれないよ、こっちキスなんどういう、いやだからこういうスリット入ってからスリットなんでしょ、うん、こうあだからこうジョーカーみたいに切っちゃったね、切れちゃったね、いやすごいねこの人スリット大好き、ね、はい、でもそのこんな役でもちゃんとそういうあれが見えるのがすごいですね、そうなんですよ ね、うん、で全然素敵キャラじゃないですね、わかる、うん、重要なキャラ、はい、で辞典がいます、はい、辞典、はい、辞典ババ、はい、ババザネッティ、ババはねやっぱりね、はい、あのこの惜しい感が好きなんですよね惜しい感、うん、ババはあのなんかがあのすごいクールな感じじゃない、うん、クールな感じなのにあのなんかねいまいち輝けない男、あ、うん、陰気だからなんかそう陰気な人暗いんだよね、だからあのあのクールだと本人が思ってるのがなんかネクラに見えるっていうあいつ難しいことが悲しいな、それがちょっと悲しいっていう、嫌な嫌な嫌な分析だけどまあそうかなだからあのそうなんですよ、でも彼のこのさちょっとそのあえて女物のシャツ着たっつってるけど、はいはい、でネックレスして、はいはい、で髪この上の感じ、やっぱこの感じが後のあのウェズとさゴールデンユースにはいはい、はい、ちゃんとこうなってくってさ、行きますよね、だからベースは作ったんじゃないですか、まあ、そうだと思うんですけど、ね、だけどほらあのやっぱりトークアッターが割とネヤカなんで、あのネヤカなんかね反りが合わねえなーって怖いみたいな、ね、そうあの人結構面白いでやってきたいのに、こいつが横でいつもぶっちょずらだから、ノリが悪いな、だからか盛り上がんねえ、そこに来てナイトライダーがいないこともね、それでだからそのモーゼルもってさ俺は言ってるじゃんって言うんだけどさ、いや面白くねえんだよと、そう今そのジョニーボーイ今面白くしてんのよと、お前何その、うん、そのただ殺すみたいな面白くないからさ、そういうの面白くないっていうね、だからそのやっぱりその辺の惜しいキャラなんですよ、わかるわかる、ちょっとさ遠かったらイラついてるもんね、ちょっと薄いな感じなのね、かわいそう、残念賞こんなこと言われて残念賞、45年経って散々ね、ダメ出しされて、ギャグセンスがねえとか、いやいや、黒いとか。だけど、そう、ほら、存在感はすごいあるから、あったあった。だから、あの、やっぱり、特筆すべきキャラではあるんだけど、あるんだが。いかせ暗いっていう、ね。暗い。うん。ババザネッティって名前も名前もいいでしょうね。ババザネッティ。あのチームなんかほら、おどけ者がね、赤い服着たあいつとかさ。はい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 。相当みんな周りをおどけててね、だから割とネヤカなチームなのに、一人でだから ネクラ担当だから、ね、こういう人いないとまとまんないですよね、そうですよ、そうピリッとしないですから、ね、そうかな、この人人まとめるのに役に立ってなかったような別にまあいいや、はい、頑張りました、はい、頑張りました、はい、自分のこと言われてみて、はい、それ次に優勝です、それ優勝というか優勝殿堂入り、ずるいよ、これ満場一致、優勝は2の犬です、ドッグ、ドッグ2の犬が優勝でいい、
ツー、ツーのはしょうがないな。ツーの犬が優勝はしょうがないですよね。犬は本当に有能だったね。男の犬がいなくなって、亡く死んじゃった時は本当に悲しかった。だからやっぱでもマックスがやる気になるにはそれぐらいね、そう必要だったってことですよね。一作目でも犬がね、やられてるし、うん。そうか、うん、早すぎた、ジョン・ウィック。あ、確かに。うん、動く時は、ジョン・ウィックね。ね。犬好きで、え犬好きだとってね、感動しになるっていうね。犬好きだと。またこの、なんかでもね、その、赤いバンダナはしてもらってるのは可愛いんですけど、うん、一応マックスもそれぐらいはしてやったんだなっていうのがなんかすごくね。あとジャイロキャプテンが来ることによってよりこうヒエラルキーがはっきりするところもいいですね、うん、いいですね。いや、いいな、可愛い、めっちゃ腹見せちゃうしね、可愛、うん、いいでしたね。あくびしたり優勝優勝あくびしたりしてね、あくびしたりしてね、あとだからその話の流れでいくと、はい、そのジョージ・ミラー監督の実は可愛いもの好きっていう側面がございますでしょ、はい、後々、ね、まあ、ベイブとかでどんどん明らかになっていく、ね、ハッピーフィートとか可愛、ね、いもの好きおじさんっていう、でそこの片鱗に触れた事件があったんですよ。あ、前のインタビューうちがインタビューした時ね、そう、はい、監督はだってもう真っ先に僕ん家の猫ミミちゃんに反応してましたから、あ猫ちゃん猫ちゃん、あ猫ちゃんだみたいな。確かにね、やっぱ分かってると思いました。分かってるすごいねこれね、確かにね、すごいでしょ、本当にあの、ね、こう表情を崩してというか、そうそうそう、破顔の、そう、あ猫ちゃんだみたいな、いうことでございました。左の人本当に遠かった集団って、そう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 チンピラがなんだこれエキストラかみたいな感じでしたけどね、ということなんです。はい、さあ柳下さんのお気に入り、ナンバーワンね、いや大好き、みんな大好き、なんかね、まあ、これは、まあ、この後の話もそうなんですけど、やっぱその、なんかね、その、自分はどこにいるんだみたいなのがあって、はあはあ、ジャイルキャプテンってさ、その物語の中に実はいない人で、うん、割と、まあ、もう空飛んでるからなんですけど、うんうん、はい、まあ、ちょっと、なんだろう、ちょっと離れたところから参加している感じのね、はいはい、時々降りてきて、参加して、はいはい、俺も参加したいって言ってくるっていう人だと思うんですけど、うんうん、なんかそういうね、あり方っていうのが、まあ、この世界に我々どうしてもあの世界の人間ではないので、うん、一番近いっていうか、ちょっとその局外者というか、ちょっと外からちょっかいを出す感じで、距離を置いて見ているみたいなね、うん、でも最終的にコミットすることを決心することも、まあ、まあそうそう、もうなんかグッときますよね、グッとくるんですよ、ね、いいんですよ、まあね、まあ、まあ犬には負けるかもしれない、まあ、彼はあの2の MVP だと思ってるでも、もちろん本当におっしゃる通り、この人の常識的視線を通して、うん、例えばそのうわひでえことしやがるとか、はい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 、やっぱ、はい、彼の目を通してるところが結構大事ですもんね。そうですね、2は、うん、でもほら犬も子供も MVP だからいっぱいいるペラドキッドがね、ペラドキッドだな、単純に空撮の絵が撮りたいからそのキャラを入れたみたいなね、うん、でしかもこのジャイロを作ってんのがすごくない？そうそうそう。だから全然許可得てないんですけど、あれ、あのマシンは。あ、そうなんだ。そうそうそう。まあ、そこら辺はオーストラリアだから許されることなのか。でもこれ、はい、そのラストシーン手前でね、うん、まあジャイロキャプテンはジャイロキャプテン頑張りましたよね、うん、彼なりに頑張って、で最後ほら壊れたオートジャイロでキコキコってやってきて、うん、でこの顔でしょだって、うん、でニヤってして、でマックスもついなんとなくこだされてニヤってなっちゃうところがもうあそこはもう何度見てもねいいですね、かっこいいよな、かっこいい、はい、そして出た、はい、武器将軍ね、武器将軍、まあ、これはバレットファーマン、バレットファーマン、で彼もね、まあ、要はそのあの世界では、で、まあ、これを見た時フィールド見た時にまあ俺が多分この世界いたらこれだと思ったって。なるほど。一番ね。本当にあの世界に馴染めない、馴染んでないんで全然実はこの人は、ね。嫌だなってね。嫌だなって思ってんの。こいつは。俺はもうちょっと文明的な生き方をしたいんだっていうか、うんうん、文明的な生き方の、まあ、本人のつもりなんだけど、うん、で、なんか一応服装とかちゃんと、しようとしてる、はい、あれがあるわけですよ。で、ね、確かにな。でそれでね、一番思ったところだったんですよね。で、まあ、こんな風になるな、俺はこういう死に方をするなと思ってでも全然かっこいいほうじゃないですか、どう自分はかっこいいと思ってんだ、あれ、うん、まあでも何してんのそうそうそう何やってんの、正直彼何しに来たのみたいな感じになっちゃって、あれはまあ呼び出されたから来ただけっていういやすごい嫌がってるやる気ね、バカらしいっつって、でも面倒くせえから血が喧嘩かよとか、面倒くせえから俺行ってくっからみたいな、うわ目やられた、大変だ、うわ大変めっちゃめっちゃですよ、
いや、いいキャラクターでした。元は何なんですかね、軍人ですかね、やっぱ。そうなんでしょうかね。どうですかね。今回わかるんじゃない。ね、まあ、元っていうか、まあ、そのね、出てくると思う。はいはいはい、はい、ちょっと今後も気になる、はい、それから、まあ、そうだよね、コーマ、ドゥーフーゴーリア、ね、本当にね、もう映画最初見た時に本当に腹抱えて笑いましたからね。100点じゃないかと思いますよね、本当に。で、あの、でんでかでんでかでんってこと、ドラムからさ、カメラがぐっと回って、回ってきたら、グエーってギター弾くのかよ、そしたら火が出るのかよっていう。そこね。バカか、バカじゃねえの、こいつと思って。素晴らしいなと思って。お祭りがやってきたからすごいですよね。あの、だって音が向こうから聞こえてくるんで、やっぱ距離感っていうかね。確かに、確かに。確かにね、あとやっぱ休んでる途中で、ね、こう飛び起きて、なんかね、そうそう、調子悪くなってきたらだんだんドゥン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 と力が抜けちゃう、ね、でもやっぱりこう、やっぱ音で威嚇するっていうのは大事ですから、これもね、あの、理にかなってるなと思いましたね。あとゴムで釣られた人好きね、やっぱね。あ、そうですね、おさんだと思うし、ね、やっぱり何かと便利ですよね。まあ、でもどういう進化をたどってこれドゥーフーゴーリアになったのか本当謎なんですけどね。なんかでも途中があったんでしょ、多分。そうそう、最初ギター弾いてるだけだった。なんかバックストーリーがちゃんとあるらしい、ね、なんだっけ、みなし語で、そうそうそう、まあ拾われ横で死んでてみたいな、ね、そうそうそう、でなんかお母さんのあの皮で作ったマスクをかぶってるんでしょ。病気的なんですよ、実は。みんなおかしいだろうっていう、そういうやつ。いいキャラクターでしたね。はい、で、辞典です。辞典、これ。辞典ね。ああ、アイアンバー。アイアンバー。もう、やばい、今回調べると分かんないけど、こいつ本当に頑張るんだよ。だから、一人キーと、一人キーと。とにかく、この場面もさ、もう全部やるじゃない。全部やる。こいつ本当にね、ずっと頑張ってて、で、何度も3、5回ぐらいね、途中で、あ、もう終わったと思ったら、また出てくる。3回ぐらいね、復活しますもんね。復活する。しぶとい。しぶといね。すごい頑張ってる、よく頑張ってるなと。最初はさ、この人がその 前作に来るウェズじゃないけど、はいはいはい、そういうところに行くって思わないですよね、あんまり。しかもお面がさ、何のために来るか全然わからない。最後さ、伊藤茂にさ、そうなんですよ、こう撫でて最後ね、死ぬ時にね、やっぱ思い入れがこの能面あるんだけど、何なのお母さんに似てるか全然わからない。異常な造形です。頑張ってる感が半端ないのよ。だってさ、この造形に出てきたらお笑いにしかならないじゃん、どう考えても。ちょっとコミカルよ、やっぱ。コミカルね。コミカルだけど、なんかやたら頑張ってて、ずっと出てきてね、面白いな、この人と思って。なんだかよくわからないけど、好きなんですよ。でもほら、フューリーローでも頭の後ろにほら、人形のお面つけてるとか、はいはい、か顔つけてるシリーズもあるんで、ね、流れで。なんか棒の先になんかついてるっていうのも好きですよね、だからね、ビヨンビヨンでやってたら、ね。ああ、確かに。頑張ってるよね。頑張ったでしょ。でも頑張ったでしょ。シリーズ中一番頑張った。一番頑張った。間違いなく。そうですね。頑張ったでしょ。はい。そしていよいよ歌丸さんの、よいよとかやめてください。じゃあ3位かな、3位、はい、まあニュークスです、ね、はいはいはい、僕ニコラス・ホルトが好きで、いい俳優ですね。あのアバーターボーイっていうね、うんうんうん、あのあれよの時から好きで、その子役の時から、だからなんかこう、あのどんな役やっててもやっぱ無垢があるんですよね、うんうん、あのそれがまあいい方向の役もいればそうじゃない、あのモンタナの目撃者とかさ、あの殺し屋2人組をさ、なんかものすごい少年ずらして、なんかきっちり仕事やりますみたいな、そういう時もあるんだけど、これはもうだからニコラス・ホルトだからもう、でもこういう、こうし、この顔の少年ってさ、うん、3も出てくるし、やっぱこう白塗りの無垢なちょっとヤバげな少年っていうかね、はいはいはい、好きなんだなみたいな感じがして、感じですね。まあ、あのでもいいことも悪いこともよく分かってないままやっちゃう、ね、うん、そうそう、でもまあウォーボーイズ全体なんですけど、やっぱさっきのあのね、スイッチとかもそうだけど、まあかわいそうな子たちなんで、そうですね、そうですね、本当にね、かわいそうな子たち、でも彼の見事な物語もありましたもんね。そうなんですよ。いやだからぐーっと彼の話に、てかまあ彼が引っ張ってると思うんだけど、はいはいはい、うん、最初もう何言ってんのかなみたいな、何言ってんのみたいな、こっちはところから始まるわけだから、うん、あと語彙もね徹底的に不足してるから、うん、あのなんか出っ張りみたいなやつがあるとか、あと気が分かんなかったですよ、ね、出っ張ってるやつ、かわいそう、かわいそうだよ、本当に、うん、あのあと雲食べるとことかも本当に可愛いので、うん、ねえ、うん、はい、よかった、ニコラスホルトはいい、頑張りました。さあ続いて、はい、ね、まあ、ヒューマンガスさん、はい、俺様知ってました。ヒューマンガス、そうヒューマンガス、やっぱそのいや、これもだからヒューマンガス軍団全体ね、ウェズとかも含めてだけど、はい、この人特にそのまあ
あのなんていうのさっきのティム・ティナ・ターナーはどうやって収めてたんだに対して、はい、まあそりゃそうですよねとあなたが王様ですよねっていう、うん、もう見て見るだけでもう全部説得力があって、うん、であとそのマイクパフォーマンスっていうか、うんはいはいはい、演説を一晩中している、はいはい、あそこがすごい好きですね、うん、爽快や爽快や、ね、その途中で豪雨が降ってんのに続けてるっていうね、うん、だから何ていうかなこうやっぱ威嚇とだからこれちょエンターテイナーも入ってるんですよ。そうですロックンロールのアヤトラでしょ。何言ってるの。そう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 であとスキンヘッドかと思いきや、はい、ハゲ散らかしみたいなあれは放射線の、ね、そうそうだから顔やっぱその頑張りっていうかこの人も裸一貫マジでここでやってきてんだよ、ね、本当ですよすごい頑張ってるからそれを抑えてもらってるみたいなさ、うんうん、後にあのソロバンズクの小林薫と渡辺徹に受け継がれるあの構図こうやって子分がこう抑えてマイクでやってはいはい、はい、お前らーみたいな小林薫絶対これあのヒューマンガスをやろうとしてたんだけど、なるほどね、という意味でどんだけ頑張ってんのにガソリン独り占めしてよこさない す,、ね、すっごいケチケチな集団がいて、うん、なんかしかも近く行くとなんか火炎放射器で撃ってきたんですよ乱暴だな乱暴な奴らですよよくないあといざという時にね、うん、やっぱり取っときのこうリボルバーなんですよ、うん、弾をさ、はいはいはい、やっぱそうそういつも全部入れてなくて取っときの弾を今日一発だけそうそうなんかだってもう残り少ないですからねそうそうそう大事にしてそれもすごいさあなんかやっぱ堅実な物を大事にする男、うん、ボスやっぱボスだけあってやっぱしっかりしてんなみたいな、ね、いやもういいとこしかないねこうやって話してると本当にリーダーのやっぱり格がありますよこれはねそうですよだってこの男がやっぱり最後に命を落とす、うん、そうするともう軍団はもう帰るかって三三五五求心力がね一気になくなるでしょそうなんですよ帰っちゃったもんみんなね、うんうんうん、あと砂だったしね、うん、あとやっぱそのなんかマスクの顔の下もただれてんのかなみたいな雰囲気が、はいはいはい、目が結構つぶらだったりして、うんうん、なんか後のだからやっぱりその平凡な感じの人がねやっぱスキンヘッドサングラスとか、うん、やっぱキャラ付けするにあたってもやっぱ大変参考にさせていただいて、はいはい、ああそういうことか、うん、そうなんですね対戦ですねなるほどマイクパフォーマンスもいや、はい、もっとこういうの被りましょうよじゃんまあまあまあ分かんなくなっちゃうさあそして立派な人でしたそしてこれねなんだっけ名前トーディ、はい、あのまあ皆さんに一番分かりやすく説明するならマッドマックス2でブーメランで指切れちゃうおじさんっていう、はい、フェラルキットが投げたブーメランを、はい、俺のだっつって取ろうとしてピョーンって指切れちゃってでみんな爆笑されてで自分も苦笑いっていう人なんだけどであとあのヒューマンガス様だかなんかいう、はいはいはい、まあ腰巾着そのやっぱそのいろんなさマッドマックス世界ってそのセッティングがあるじゃんそのウェズが異常な人がいるあとそういう例えばレイプとかそういうもう許せないことするいくつかあるセッティングの中で僕この人が決定的っていうか、うん、悪側についたところで、うん、その何にも安心できないっていうかで俺多分こんぐらいだと非力だからその眼鏡かけてで年取っちゃっておじさんでさで彼なりに頑張ってヘコヘコしてあの位置ついたのに全然中ではリスペクトされてないし、うん、指切られて何にもケアされてないし、うん、なんていうかで自分も卑屈に笑うしかないみたいな、はあ、彼のその在り方の絶望にあこの世界もうどこも居場所ないっていうかそこはヒューマンガスを目指しましょうよ、うん、ヒューマンガス目指したいけど現実はやっぱそのこっちかなっていう感じが見ててさえ思ったわけそれだからやっぱほら諦めが過ぎるから諦めが過ぎるっていうかもうちょっとこういやでもその怖がりが前向きに考えましょう怖がりが大事じゃんつまり超怖えと、うん、でやっぱこういう世の中にしちゃいけないねだからこういう世の中になる前にこういうだから我々みたいな弱い人間はこういう世の中になる前になんとかしなきゃいけないっていうことを強くね心に誓うね、こうはなるまいというこうはなるだってもう年だって大体こんな感じになってきてるんだからさもうよいよいと若い集団がわーって言ってさそのもうさすがですねさすがですねなんつってでいいとこ見せようとしてわーって言ったらみんな爆笑してるしでそう 若いさそのイキリチームが爆笑してるんだから最悪でもそれだ彼がやっぱこの世界の無情さをすごい体現してて確かにそう言われる、うん、忘れられないのやっぱりこの人がそうです、ね確かにねうん、っていう感じですねでもまあわかるその、うん、本当にキャラクターがみんなさそのワンカットしか出てこないようなキャラクターも、はい、その行動だけでね、うん、こいつどういうキャラなんだっていうのをこうちゃんと語ってくれるわけじゃないですか、はい、その映画のね
確かに。やっぱりね、サイレント映画的にって言ってますけど、うん、やっぱそういうこう全部見りゃ分かるっていうか、うん、感じが、うん、まあでもそのねアクションでね、あのやっぱりキャラクターってそういうことですもんね。そういうこと、何するかってことですから、何言うかじゃない、後ろにブーメラン落ちてんじゃん、もう意味ないから拾えない、もうあのブーメラン、あの子まだね撮ってるってね、うん、あ、そうですか、持って帰ったおじさんになってる、危ないやつです ね、いやいや違うよ、音普通のたまに投げてるして、吉田さんの指が飛んだりしたらどうしよう、なんかね、ジュエリーショップっていうか、その、あ、はい、あ、そうなんだ、なるほど、ことでございました、はい、もういいですね、ね、一人一人語っててもね、そうですよ、こんなに愉快、ね、キリがない、はい、でもね、組めども尽きせぬこのマッドマックスということでございまして、はい、まあこのマッドマックス制作45周年記念、うん、ビリオスター公開記念で新しいブルーレイボックスが出るわけでございますけれども、うん、はい、マッドマックスって名の付くものが出たらね、うん、買わなきゃいけないんですよ、いいですか、買わなきゃいけない、買わなきゃいけない、うん、まあ、確かにソフトとか本もそうだけど、はい、うん、うちのマッドマックス全部持ってくるっていうコーナーです、フォークが全部持ってきた、全部持ってきた、うちはだってほら被るからあんまり持ってこなくて、これが被んないって言われたから、そうそう、だいたいね、被ることに快感を覚え始めるともう終わりですよ、ね、で、あるやつ全部持ってきてみました、はい、まずはやっぱりだから VHS 残ってた、まだあるんだ、もうそれこそ本当にいつだったかしら、これはでもこれも VHS も何本目かだったはずなんですよね、うん、結構廉価版で出たあたりだと思うんです、うん、最初はだってもうテレビの録画とかが、そう、テレビの録画だったですよ、うん、それからあの、うん、ワーナーのその黒いジャケットで、うん、ね、あれも見ましたしね、うん、でそれからだからその後 DVD でしょ、吉木さんのそれが全部入りでしょ、これ全部入りボックス、全部入りどっか行っちゃったんですよ、で単品で多分買い直したんだよ、単品でね、そうなんです、これなんかもやっぱりその DVD っていうのはやっぱ衝撃をね受けましたよね、こんな高画質がその驚き、いや本当本当思った、それは思ったでしょ、思った、実写じゃんこれとか思って実写じゃん、実写だよ、髪の毛が見えるとか思った、そう、うん、思った、ね、思った本当にっていう DVD でしょ、今もうぬるくて見てらんねえな、この見てらんねえ、この1作目のジャケの この雑さがすごい、いいでしょ、このアートワーク、僕やっぱ1作目はこれこっちにこういう方じゃないと思うと、あんまりメルギブス推しとかされるように、わかるわかる、なんかでやっぱそのマッドマックス2のビジュアルといえばやっぱこれじゃない、あのビヨンドに似てる、ビヨンド、道ね、道ね、そうそうそう、あの人と犬が、ルチオフルチの、そう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 、皆さんちょっと比べてみてくださいね、振り返ってもダメ、そう振り返ってもダメ、こっち見てもダメ、でまあサンダードームだもんね、やっぱサンダードームにしてやっぱりこうねメジャー感出てきますね、でブルーレイがブルーレイ時代に突入するわけ、サンダードームこれドリュー・スルーザンでしょ、多分そうですよ、ですね、うん、超大作感で、ブルーレイ時代が到来してやっぱり海外のメーカーから出たりするわけね、これシャウ、うんうん、スクリーム、うん、あスクリーム、あシャウト、シャウトファクトリー、シャウトファクトリー、うん、から出てたりとかする、うんうん、でまあブルーレイでなんだこの高画質はみたいなんですね、はい、うん、びっくりする、実写じゃない、実写じゃないか、実写じゃない、実写じゃないかとかね、はい、あったり、あとは国内版ですよね、うん、これ制作40周年記念だって、なるほど、5年前やっぱ節目節目でお祝いしていかないといけない、買わなきゃいけない、でこれも法事だね、法事、そう、法事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 って言うの、服切ってないじゃないか、これね、いや、そう、実はね、上だけビニールをデザインナイフで切るっていうね、はいはい、でこれはいいんですよ、吹き替えがね、うんうんうん、吹き替えの力シリーズ、そうで、テレビで子供の時にテレビで見た吹き替え、でこれは確かあの平田勝重さんっていうコマンドとかの吹き替え台本を書かれた方がやってて、すごくいいんですよ、でそれからスチールブックで、これは3本入り、でそのサンダードームの単品を僕が持ってないあたりっていうのはやっぱりね、うん、子供の頃とね、やっぱり思いがあるわけです、いいですね、これは多分ね、中身がちょっとずつ違います。本編だけじゃなくて、多分特典とか、ね、特典とかちょっとずつ違ったり、うん、あとやっぱかっこいい。かっこいいね。スティールブックね。抑えなきゃいけない。うん、っていうことと、で、なんだ？ああ、そうね。3D もあるもんね。うん、はい。で、4K 時代。
って 4K 時代になって、でもその前にこれまだあれなんだね、 4K UHD じゃない時のこれは 3D、 はい、うん、3D が出たら買う、それは同じだねこれね、あのこれだってあのこのレンチキュラーで、レンチキュラーであの 表紙もねちょっとね、ちょっと 3D ちょっと違う、これね、あの劇場公開時も 3D もやったから、そう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 、ブルーレイの 3D とブルーレイと DVD とそうよ、デジタルダウンロードもできたんだね、まあその海外ではね、あそこのさこう発煙筒っていうかあれの、はいはいはい、ポンポンって上がるところとかさ、すごいいいんです、うん、そうです、いいですよね、それ見てみたい、うちなんか 3D なんか見られないんですようちはね、あるんですよ、マジか、うち撮ってあるんですよ 3D、 うちもあります、あれもう作ってないから、テレビの 3D でしょ、テレビの 3D、 そうですよね、うん、めちゃめちゃ大事にしないとと思って、うん、大事にしない、うん、3D、ね、これもあった、うん、でまあやっぱりその 4K でマッドマックス第1部も出直したり、これまたジャケね、これオリジナルなあれですね、これですよね、うん、とかっていうのもあったりとかして、それも出たら買う、うん、買いに行く、うん、でそれからやっぱり、こっちが先かな、マッドマックスアンソロジーだから3枚組から4枚組にキュリーロードを経て変わっていく、うん、ね、すごいですね、全てはマッドマックスが支配する支配されている間違いなく、ね、ね、DVD棚が支配されてる、支配されている、ね、それからハイオクコレクション、ハイオクコレクションね、はい、でこれは、フューリーロードが 4K で収録、はい、はい、とあれだな、モノクロ、そうですね、ブラック&クロームエディションの方で初めて入る、はい、という、でこれは輸入版ですけど国内版も同じ仕様で出ているはずです、マッドマックスアンソロジーの、はい、これ全部 4K、 全部 4K、 これ全部揃った、おこれで全部揃った、全部 4K、 あ、そうなんだ、でこれ、これあと、あといいんじゃないって思うかもしれませんが、そんなことはないんだよっていうことです、だってね、あの次がありますからね、そうです、あとこれだ、あとそれ、これ吉木さんの、そうそう、これ俺の、はい、2枚も、ね、2枚2枚それ僕あのライナー書いてるからそれであのいただいたんですけどね、はいはい、これね、これね、はい、これはこのサイズで中にブルーレイが入ってる、あ、そういうことなんですか、もう売ってないですよこれ、売ってないですよ、ね、ていうかこういうね、そうここにねブルーレイが挟まってるんですね、ソニックです、ね、そうそう、うん、これのこれがライナーで、そうそうそう、でこれはそうなんですね、これはなんかなんだっけ、これワーナーのラージジャケットコレクションですね、そう、でもこのサイズで欲しい、欲しい、ある、このサイズで欲しいです、いろいろでした、でけえ、うん、ね、っていうことですよ、だからまあでもこれも限定でしたし、大概ここに持ってきたものっていうのはもう、そんなずっと作んないですよ、そうですよ、うん、だからね、最新版こちらだってもう今のうちに皆さん買ってください、そうしないと手に入らなくなりますよ。そうそう、なくなってから泣いても遅いからね。遅いんですよ。何、うん、かあっちゃいけないの。それは本当にそう。何かあっちゃいけない。ということなんです。うん、ぜひ、一家に何枚という、まあ、ことでございましてね。ちょっとえらいことになりましたけど。ね、まあでもとにかく出たら買おう。ポチろう。ね。っていうことなんでございますよ。それからということで、まあちょっとこれね、整理整頓しつつでもやっぱいいね、やっぱなんかやってやったって感じしますね、やってやった、いや、うん、本当にだから僕これ棚にこうやって並べて、うん、夜中とか2時3時とか、うん、お酒飲んで、うん、その棚をこうやってこう眺めて、うん、いいね、そんな楽しみ方をしてる、ね、俺の、うん、達成が、以前達成がそこに、そうそう、映画をさ、こうやって所有することってできなかったから、そう、そっから考えよう、そうなんですよ、そうそう、もう終わっちゃうかもしれないですよ、ああ、まあ確かにね、うん、そうなんですよ、今みんな所有しなくなってきてるから、確かに確かに、その逆を行きたいんです、いやいや、ね、買って持っとくことは大事です、本当にそうですよ、そう考えると本当に時代を見てきちゃったね、時代を見てきちゃった、ね、でも一回りしました、一回りしちゃった、うん、一回りしちゃった、だからもうみんながそうやって配信だとかね、うん、そのデータで見るって言ったら僕はもうその逆を行きますから、うん、ディスクをね、でこれだけこう並べて、うん、である日インターネットがね全部なくなって大丈夫だからね、ポストアポカリプス、ポストアポカリプス電気がいる、電気が、うん、電気ほらチャリンコ声で充電すれば、ね、見えますから大丈夫です、あとは豚ピクシットが豚買って、そうですよ、フューリーロードみたいな世界になったら、そうそう、俺なんかもなんかブルーレイ男爵とかそういう名前でブルーレイ男爵いいよ、やばい、弱そう、ブルーレイ男爵
それでこうでもさ、まあ、わかるディスクとかいっぱい出てきて、いやいやそうそう、でさほらあの石油取りにね行くとか、なんとか弾薬取りに行くみたいな感じで、あとブルーレイ弾薬とか売ってちょっと新しいブルーレイ借りてこい、借りてこいって、やっぱこれ娯楽がないから、娯楽ないから、うん、あるかもあるかも、うん、まだ新品のヘッドがあるんだぜとか言ってね、あそうそう、まあ電気どうすんだって問題もあります、電気は発電できるから大丈夫、そうそうそう、ピッグシットでできる、いけるいける、いうことです、ね、皆さん買ってくださいっていうことでした。ブルーレイ弾薬まあ意外とね、うん、そのブラックホール軍団はね、うん、そのうちの猫のミミちゃんがそのジョージ・ミラー監督に認知されてたりとかね、うんうん、割とこう関わりがあるんですよっていうお話、吉さんね、そうそう、でまさにそちらですよね、これね、はい、はい、あの日本でも出て、ね、はい、口述記録オーラルヒストリーですね、ここに出てくる、僕はね、うん、そうそう、ありがたいこと、これなんかあの翻訳者の方もあの後書きで、ね、あのそう書いていただいて、あの僕はでもそれ、これ最初知らなくて、アメリカでこの本が出た時に、あの知り合いの映画監督、アメリカ人のね、まあメールしてきて、よしき大変だぞとかって、お前マッドマックスの本に載ってるよって言われて、えマジでなんて、それで買って読んだ、でびっくりして、ね、そうそう、でもなんか他のところのなんかあの舞台挨拶じゃないけど、そういうのもなんかこう討論パネルみたいなのでもなんかジョージ・ミラー監督その話お気に入りのルーチンになっちゃってて、はいはいはい、なんか YouTube とかでも喋ってたり、そんな男がいるんだよ、ありがたいね、本当にすごい、うん、そんなことってあんのって思いましたね、そんなことってあんの、うん、そうそう、なのでこちらの本もまあだからこの本読むといかにそのフューリーロードね、怒りのデスロードの現場私、もう制作に行くまでもないんじゃないですか、うん、はい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 、はい、奇跡の一本だよね、そういうことですね、よく完成したと思うんですよ本当にね、あのオーストラリアでそのなんだっけ、なんとかブロークンヒルだっけ、そこで撮ろうとしたら、はい、何十年かに一度の大雨で、はいはい、あの砂漠の畑にお花畑になっちゃうねえ、でナミビアで撮るとかね、はいはいはい、そしたらナミビアが治安悪くてとかさ、ナミビアまでだったら車全部持ってかなきゃいけないっていうね、そうだ、もうすごいことですよ、ことも、ね、でトム・ハーディは来ないし、うん、来ないし、あそうそう、でもあのねメイキング映像とかも見るとね、本当あれすごいなと思うのがあって、あのすごいどでかい車にめちゃくちゃだからその溶接して、うん、つけてこの形作ってっていうところにジョージ・ミラー監督が見に来てニコニコしながら、うん、これダメだやり直しみたいなあのニコニコ言うかそれみたいなあのすごいなと思いましたね、すごい、うん、ということなんです、だから、うん、まあ翻訳も出ていますので、ぜひ、まあね、読んでくださいね、すごいです、という面白い本ことと、あと翻訳ということで言えばこちらですな、あ、出た、あ、はいはい、いいよ、コミック、漫画ね、漫画です、漫画、これ一応なんかね、その過去話とかが過去話ですね、うん、あの妹誕生のなんかこう立身出世伝みたいなとか、ね、うん、あとそのそれこそあのなんだっけ、あ、だからその、あのあ、マックス、マックスが見るあの幻影の少女、そうそうそう、あの話とかが、うん、入ってございますんで、これもね、うん、ぜひお手に取ってください。まだ買えんのかな、まだ買えんのかな、で、改めましてそのマッドマックス、怒りのデスロードコレクターズエディションですね、はい、発売でございます、45周年記念ね、5月、24日、5月24日発売なんですか、5月24日発売でございます、はい、はい、初回限定生産、初回限定生産、はい、まあ、こっち来てください、買わないとなくなるぞ、そうです、買わないとなくなっちゃう、はい、ね、ということでございます、はい、見てください、でそして、何しろ、マッドマックスフィリオサ最新作が公開になりますよと、もう言うまでもございませんな、もうブラックホールをご覧のブラックホール軍団の皆さんにおかれましたらですね、はい、5月31日公開ですって、もうこれもね、もうすぐだ、予告編を見てね、あ、これはもう、まあ、もうしょうがない、しょうがない、もうしょうがない、もうしょうがない、もうしょうがない、逆にもうだって見るのが怖いっていうか、見たら終わっちゃうじゃんっていう、確かにね、まあそれからね300回400回ぐらい見るんですけど、なんかもう今が一番楽しいんじゃないかなっていう感じ、そういう時もあるよね、ね、ということでございますね、はい、楽しみで楽しみでちょっとどうにかなりそうですけど、うん、とにかくまあそれまでは、マッドマックス怒りのデスロードを見てしのごうということでございます、まあね、いつ見ても面白い映画ですから、本当に何度見ても驚くからな、うん、いうことなんでございます。ということで、はい、
コレクターズエディション買ってください。それからフューリオさんを見に行きましょうね。まあ言わなくてもみんな行くでしょうけどね。でも今日は本当ウタさんをねまたお迎えして、あ、ね、ありがとうございます、とんでもないです。もっとしょっちゅう遊びに来てください。はい、遊ぶか出るかどっちかだってさっきね二択を出されてましたね、うん、いやいや両方でいいんで、両方でいいですよ、お邪魔します。ありがとうございました。ということでございましてね、ブラックホールまた皆さんにはお目にかかりますね。田村さんもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、はい。